さてさて、面白いマッチングなんないかな。皆さん、フルボトムおめでとう。フルボトム行きました、やったー。見てくれ。ねえ、ラー200、ミグ10、ミグ17、ミグ17がいます。ミグ17がいて、スカイホークだっけ、スカイシャークだっけ、スカイホークいます。見てやります。壊れてる。マッチングが壊れてるよ。ミグ21か。面白すぎる。待ってしまった。ああ、マッチング壊れちゃったよ、みんな。やばい。おお。いけるな。いやー、まあでもちゃんと調整してくれたんだもんな、運営が。ちゃんと調整してくれたに違いないからね。ちょっとこれはまあ真面目にやろう。うん、まあいけるだろうな。いける、いける。なんか漢字が見えるけどいける。もう追加、何を追加されるやつらもなかなかのセイバーいるぞ。あの積んでる武装はまあ30ミリだしね、30ミリってことはまあアメリカのね、トムキャットとかのバルカンホイール合計でかいわけじゃんよ。まあそう、あ、威力がおね、強い方勝てると思うよね。なんで当たらん、成り立つのか果たして。いやー、きつい。いや、全然、でも、引き離されるでしょ。曲がったって無理でしょ、これ。あ、格闘戦に乗って、あ、違う、格闘、いや、待て。格闘戦に乗ったら、それは勝てますわ。そんな、都合よくないって、普通。マジ？いや、これ、マジで、相手が付き合ってくれてるからで、速度ちゃんと理解した上で戦ったら、こんな風に ならないので、俺も死んでます、多分。説得力ないな。おお、あ、リロード。俺が戦ったらミグ21なんだよ。いや、追いつけ、あ、ミニティアなら追いつける限り。ダメだな。はい。もう、敵の名前がおかしいじゃん、そもそも。機体が強いからっていうわけじゃないと思うんだよね、これ。どうなんだろう。ごめん、なんでこれは、この BR をジェットで乗ってくる人たちに問題があるのではないかと。え？戦えてる？だと。戦えてる。待て、これ笑いに来たんだけどさ、この圧倒的性能差ので叩きのめされる姿を見せに来たんだけど、おいおいおい、これじゃあまるでネタが潰れたようなもんじゃないか。おい、嘘だ。みんなどうしよう、なんかどうしよう。これはこの機体が強いのか、俺のエイムが今日だけ冴えているのか、それとも敵が圧倒的に弱いのか、それとも性能はどうなの、こいつが強いの、この機体性能が。火力は認めるけどさ、でも普通さ戦いにならんくない。格闘戦にやけに乗ってないか。負けないとな、負けないとこれ以上こいつの BR が上げられたら悲惨なことになる。でもさ、 BR 上げられる前にこいつレシプロ相手にしてたから格闘戦になったはずなのよ。こいつより格闘性能の高い機体多分いるはずなのよ。ラダーがよく効く機体とか。どうすればいいんだこれ。話の落としどころが分かんなくなってきた。どうしよう。勘弁してくれ。マジか。次に手抜くとそれやら、や、ねえ、やっちょうだからあれだけど。普通に戦わないといけないんだけどさ。スイフトとミグ17だぜ。来てるわけないやん、普通に考えてな。いや、嘘やん。もう、どうしよう。勝っちゃう。勝っちゃうよ。なんだろう、なんか厳しい戦いを強いられてるのは間違いないはずなんだが、勝ってしまう。これ見て、原因なんだと思う。何が原因、この機体が強すぎる。そういうことでいいかな。でも戦い下げてくんだもん、こいつら。メスターだし。あいつなら殺せるだろ、これを。
やばい、あの、ほらほら、レシプルの方が強いやんけ、ジェットより。どういうこと？壊れてます、このゲーム。で、レシプルの方が強い。あ、強い。ほら、もうジェット強い。ジェットの割に速度やけに遅くないか、あいつら。どうするか。こうだと。相手がジェットの戦い方を理解していない、速度で勝った場合の戦い方を理解していないからなのか、これは。単純に。どういう理屈だ、これ。速いな、速度。まあでも一方的に攻撃仕掛けられるポジションなのは間違いなさそうだな、これ。正直楽ではない。ほら、あれで旋回した後にグイッと追いついて落とせたりとか、相手がまだ旋回してくれるんだけど、今あいつは多分正しい戦い方をしている気がする。あれでいいんだよ。近づいたら速度に乗ってそのまま引き離して、何なんだろう、謎の現象に俺は今戸惑いを隠せない。どうなってるのこの、まあ、イリューシンがいても一番まともだと思うのよ、こんなのだと。でもまあ占領はされてるから負けるとは思うんだよね。キル数稼いじゃっても勝率を下げていこう。カヤテが元の場所に戻ってくるように努力しよう。あ、やっちゃった。やってしまった。なんだろ、ハヤテを舐めて勝ってるのか、相手は。でも、腐っても30ミリと20ミリだから火力はあるんよね。まあでもやっぱ相手の戦い方が、だと思うわ、一番は。だって都合が良すぎる、あまりにも。俺書いたと思うね、格闘戦は発生しませんっていう風に書いたんだ。だから、ヘッドオンをするか、横やり入れるしか攻撃の機会なんてないって言ったんだけど、今回そのヘッドオンの多発がまずおかしいので。ヘッドオンを自分で作り出せないのに、あれれだよな、あれれ。どうなってるんだこれは。